はい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 、さいねー、強靭純正やってますタカッチでございます。ということでいきましょう。西俊久選手ゲットしたからリアタイで使っていくっていいよー。ということでですね、前回の動画でですね、西選手を取るためにランキング走りますって言ったんですけども、正直ランキングってめんどくさくないねえ。そうなんですよね、ランキング走るってめんどくさいんだ、うん、なんでもう途中でね、走ってる途中で、あ、もういいや取っちゃえと、もうガチャ引こうと思って60連しちゃいました。あのエナジーね、ちょっと余力がねあったから、まあいいんじゃねと思ってもう引いてゲットしちゃいました。なんでね、リアタイでやっていきたいわけなんですけど、その前にちょっとゲットした西選手の能力をもう一回見ていきましょう。極みにもちろんしております。でね、称号まではちょっとね限界突破コーチがもったいないんで、これもね3枚使って極みにしてるんでちょっともったいないので、称号はねなしにしております。あまりね打席で使う場面も少ないかと思うんで、そこまではしておりません。で、特殊で全部上げております。適正77、補給が90の S、 ローイングが64、 C 肩61となっております。守備積極ね、最強、これで安定するんじゃないね、吉川選手より安定するでしょう、楽しみです。で、特殊能力一応チャンスメーカーつけようかとかめっちゃ迷ったんだけども、まあ一回つけておけば一生もんなんでね、うん、打席であんま使わないだろうけども、つけるだけつけときました。うん、で守備職人ですね、守備職人は絶対つけないといけないのでつけましたと。で、対左足は能力上がるわけじゃないんでつけませんでしたと。でね、吉川選手に変えて西選手をセカンドにつけたわけなんですけども、吉川選手はね一応ベンチに入れております。で、まあ一応その理由としては、ウィーラーをね西選手のところで代打で出した場合、まあウィーラーをセカンドでつかせるのもいいんだけど、吉川選手でね第二のセカンドとしてつけるのも面白いなと、まあその方が安定するかなというところで吉川選手をベンチに入れました。その代わり中地がベンチ外となりました。中地ごめんよ。で、あとね、吉川選手の用途としてはね、守備だけじゃなくて、一応ねあのウィーラーがじゃあヒットで出ましたってなった時にダイソーでね出すこともできるんで、盗塁ついてるんですね。うん、足も速いというところで、で守備職にもついているというところで、ウィーラーにヒット打った場合はダイソーで出してそのままセカンドについてもらうという形もね非常に良き良きと思って、うん、吉川選手いいんじゃないかと思ってベンチに入れております。これでね、まあこのメンバーで大会に戦っていくことになるかなと思います。ということで本日は西選手一応ね1番に超チャンスメーカーついてますので、本当はね9番なんですけども1番にねで、リアタイの方はやっていこうかなと思います。なのでクロマティは8番か、はい、こんな感じでいきましょうか。ということでリアタイガーガー、はい、はいはい、やっていきたいと思います。いいですね、先行ですね。さあ西選手言っていきたいよ。でね、今回西選手応援歌ちょっとね作ってみましたので、皆さんとぜひ聞いていただきたい、こちらでございます。私お手製の応援歌でございます。ツーストライク追い込まれるまではちょっと聞きましょう。めっちゃ打ちたかった、うん、めっちゃ打ちたかったです。あ、ちょっとやべえな、まだ音楽まだ2、いや、おー、いいっすね、使い勝手いい、使い勝手いい、いやいやいや、はい、表はね全く打てませんでしたというところで、なんかね大会近いのにバッティングがさもう最悪なんだよね、今全然打てなくなっちゃって、もうこんな感じでね大会突入していいのかーって感じなんだけども、さあ頑張っていきたい。でね、今回は西選手といえばやっぱり守備じゃないですか。そうなんでちょっとねセカンドに飛んでほしいなーなんて思いながら、よいしょ、危ねー、ちょっとねやっていきたいなと思います。やっぱね西選手のね守備は見せたいよね。さあこれでセカンドゴロ来い、セカンドゴロ打たす配球難しいけども、ここら辺かな、セカンド来い、打たないね。これはちょっとさすがにセカンドはいかないけど、一発挟んでおきたかった。さあヒット打たれていく、どうやったらセカンド打たせられるかな、ちょっと難しいな。さあゲッツーとかね打たしてみたいけども、スイッ、さあズバッと来い、ズバッとスッ、さあこのスライダーはさすがにですよね、セカンドゴロ打たそうどころかホームラン打たれとる。さあ引っ張り警戒にして、ここら辺のスライダーのボール球ね振らないだろうけども見しておきたい。あ、あセカンド、あ西さん、西さんありがとう、いやいいね、いいスローイングだったね今ね、見た、いやいいっすね、
今吉川尚輝だったらどうだった？危なかったよ多分。ねえ、ポロリしてた可能性あるよ。いいね西選手、安定してるわ。さあもう一回打って。はい。あ違う、そこじゃないのよ。いいバッティングじゃないのよ。あ西さんいい判断。今ギリギリアウトにできそうだったよ。ナイス判断。さあこれでセカンドゴロでしょ。こい。はい。あそこじゃない。しかも前進かい。勝手に前進守備になるのやめて本当に。難しいな。ここら辺か。こい。見送ってく。さあここの外角キワキワ。はい。いや違うんだな、違うんだな、そこじゃないんだよな。いいバッティングしろって言ってるわけじゃないのよ。さあなかなか難しいねセカンドゴロ打たすってのは。あーなるほど。さあ2打席目まで、打てるのかというところでやっていきたいと思います。さあ2試合目ですね。おお、相手の方リボン万内ある。さあ西選手いいところ見せていきたいよ。さっきの試合はねもうちょっとねダメダメでしたけども、今回は打率も5割あったというところでね、なかなか手強い相手になっていきそうですけども。さあどうだ。 OK セカンド、あファーストね。ナイス守備ナイス守備。さあどうだ。さあ2アウト取っていく。アウト取れるのはいいんだけども、アウト取れるのはいいんだけども全然セカンドに飛んでいきませんよと。さあさあ追い込んでいく。さあどうだろう、さあどうだろう、セカンド来い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 、打たない。ここら辺とかどう、いやらしいんじゃない。うさあどうでしょう、そろそろ振っちゃうんじゃない。さあさすがにもうストライク入れてくるだろうなって思ってるから多分これ振っちゃうね。セカンドセカンド、くー王さん取っちゃうね。さあ世界の大谷さんをね打っていきたい。さあでもねちょっとまずねこの応援歌もう一回聞かせたいのよ。ごめんねちょっとさっき途中だったじゃん。はい。ててててててちょっとね、今ラグったよラグったよ、今ボールがヒュッて消えました。これね最後のディ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 、これね私のこだわりでございます。さあどう西、くー世界の大谷さんの直球を打ちましたよ。これが高弾道の力といったところでしょうか。ナイスバッティングですね。くー応援歌もいいしねえ最高です。ナイスな結果2試合目にして出ました。さあバッティングは西選手のみでしたね、打ったのね。さあうまく散らして散らしながら、マジ外角ギリギリだったよ今。さあこれをゲッツ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 、あいよ、あいセカンド西、あいゲッツ狙い通り、スローイングいいね。さあ2打席目回ってきたら見せたいと思います。さあ相手も慎重になってきてんじゃないの。おい、さあ満塁で西選手来ました。さあ見せ場が来たよ見せ場が。てて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 あいてて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 かっ飛ばせとしひざ、いやとしゃ、いやいやらしい今の、今のはエッチな大谷さん出たよ。はいはい見えてます、はいはい見えてます、こうこう。よーい西さん、西さん来たー、ありがとう西さん、ナイスバッティング。お相手のリボンの方にも勝ったのは西さんのおかげとも言えるでしょうね。いやーいいねいいね西選手、非常に使いやすい。ちょっとびっくりしちゃった、思ったより良くて。高弾道になった西選手いいね。もう世界の大谷さんをガンガンねえ、見た最後のさよなら、いやーよかったね。ギリギリだったけども、ギリギリの戦いですよプロ野球っていうのは。いやーよかった。なんでねもう西選手ゲットした方はもうバッティングもいいんでね、本当に状況によっては使わせちゃいましょうね。え本当そう思いました。でね、もしよければなんですけども、私の作った応援歌セットで
でね使っていただきたいので、パスワード欲しいよっていう方はぜひねコメント欄でください。あの私のオリジナルの石選手のソングをねプレゼントしたいなと思いますので、コメント欄の方によろしくお願いします。ということで大会近づいてまいりましたけども、頑張っていきましょう。本日は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。せーの、したいかー。